ダルムシュタット夏季現代音楽講習会は、ドイツのダルムシュタットで1947年により行われている世界的に名の知られた現代音楽の講習会であり、現在も大きな影響力を持っている。1957年の講習会で講義を行うカール・ハインツ・ストックハウゼン開始当初は毎年行われ、オリビエ・メシアン・ヤルネ・レイボビッツ、 テオドール・アドルの、ボルフガング・フォルトナーラを講師とし、シンウィーン学派のみならず、ストラビンスキーなど新古典主義や、バルトークなどの同時代作曲からの研究が主な、講習内容だった。やがてシンウィーン学派の中でもベイベルーンの、曲小様式の研究へと対象が絞り込まれ、セリー・アンテグラルを推し進めたピエール・ブーレズ、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ルイジノーノラが、 このダルムシュタットを代表する戦後世代の若手作曲家として台頭するようになった。エアハルト・カルコシカやテオドール・アドルノなどが理論面を強固に支えた。この世代交代は全世界に広く知れ渡り、開始当初の講師やエルンスとクレーネクタの全世代の講師あるいはそれに近い世代の人物がダルムシュタットから全て追放される事態にまで発展した。一方、 ハンス・ベルナー・ヘンツェやハンス・チェンダーなど、ダルム・シュタットの潮流を忌避する立場を取る作曲家もいた。後には、ジェルジー・リゲティアやニスクセナキスなど、セリー・アンテグラルとは異なる方法論を持つ作曲家も講師に招かれ、現代音楽の最前への動向を紹介する重要な講習会となった。中でも、ジョン・ケージが招かれた際には、彼の偶然性の概念が、 ヨーロッパ中で大流行し、ブーレイズによる管理された偶然性の提唱によって、アメリカ実験を音楽とは異なるヨーロッパ流の偶然性理論を展開するきっかけともなった。1970年代から1980年代にかけては、フライブルク音楽大学を中心とするヘルムート、ラフヘンマンやブライアン・ファーニホーなどの新たな世代の作曲家が講師として活躍し、 ハリー・ハルブライヒラが理論を支えポスト構造主義や新しい複雑性など新たな潮流をこの講習会で発信するきっかけともなった。前者をシュトゥットガルド学派、後者をフライブルク学派とも呼ぶ。1980年代以降は国際化がさらに推し進められ前衛不毛と称された国々から次々と賞を狙う音楽家がダールムシュタットに集った。 名バイオリニストのアービン・アルディッティは中学生で講習会に参加し、その数十年後にはバイオリンの講師として更新を指導している。1970年代に入ると、シュトックハウゼンやブーレイズといった有名作曲家が教える時間を確保することが難しくなったため、各年開催へ移行した。1969年までは、奇数年にも開催があったが、 現在は多摩数年に行われている。長らくハンダルムシュタットの立場であったハンス・チェンダーや、ボルフガングリームをはじめとする新ローマン主義の作曲家、さらに若い世代で、細川俊夫、イザベル・ムンドリー、レベッカ・サンダース等が招かれているほか、サルバトーレ・シャリーヌやトリスタン・ミュライユなどドイツ及び、ドイツ系以外の外国勢の昇兵も盛んである。 日本の秋吉大国際現代音楽セミナーコンサートや竹尾国際作曲ワークショップとも提携した時期もあり、毎年それぞれの講習会に交換留学生を相互派遣していたことがあった。現在は提携こそないが、各種現代音楽講習会との連携は強固で、何らかの講習会で話題になった学生がダルムシュタットへやってくる。 1970年代以降は前衛の潮流が枝分かれしたことに伴い、必ずしも現代音楽シーンの最先端に関わるものが招待されているとは言い難い。この点は前ディレクターであったフリードリヒ・ホンメルも通説に感じており、その中で彼の取った作は、大家であろうが無名であろうが、自分の信頼した作曲家に一人1時間1コマのレクチャーを授けることであった。 このために同じ時間帯に複数の作曲家が別々の会場で講義することになり、受講生は誰のレクチャーを選ぶか真剣に考えなければならなかった。まだ80年代はフェルドマンやシェルシュといった大家も存命であり、ファーニ法やラフヘンマンの教えをここで受けた学生が、その後の90年代の講師陣に昇格した。ホンメルが1994年に引退した後、 1996から2008年度ディレクターのゾルフ・シェーファーは、本メル式を完全に撤廃した。講師陣は従来以上に厳選され、メインの講義スケジュールにおいて、同じ時間帯に複数の講師が話すということはなくなった。このために講習会の性格が偏ったものになっていることは、当の講師陣から指摘されているが、小さな勉強会としての性格を保持するのが、 シェーファーの方針であった。2002年には、パリのアイルシムと提携し、マックス、MSP やオパンミューザックといったアイルシム、製ソフトウェアのレクチャーを行ったほか、昌平作曲家のトリスタン・ミューライユや、エマニュエル・ヌネスらのエレクトロニクスを含む作品の演奏を取り上げた。細川敏夫はすでに講師として10年強が経過していたが、 根強く2006年まで講師に招聘され続けていた。講師のメンツもあまり変わり映えがしなくなっていた。ただし、メイン講義と同時間帯に別の講師作曲家が興味ある学生を募って別教室で個人レッスンや小規模、グループレッスンを開いたり、また作曲家の学生が演奏家のレッスンや小規模レクチャーを見学しに行くことは多くあり得た。 学生にとっても自由な受講の選択肢があり、またメイン講義だけでなく、そうした機会に出席することで、作曲や演奏の受講生同士が知り合い、講習会終盤の支援会に参加できるチャンスもあった。2008年で、ゾルフ・シェファーは引退、2010年度よりトマス・シェファーが就任し、講師陣の若返りが話題となった。 かつてのクラーニヒシュタイン音楽賞受賞者のジェームズ・ディロンやイギリスで著名なフジクラ大を招聘するなどシステムの更新が行われ続けているため世界で最も著名な現代音楽講習会であることは変わっていない受賞者のメンツを見る限りではエレクトロニクスへの示唆が必修になっているこれもシェーファー時代とは異なるかつてのダルムシュタットと違い飛び入り参加や ゲリラライブのような類はかなり縮小を余儀なくされ、システムは全面的に変更されている。何が可能で何が可能でないのかが、公式サイトにはこと細かに述べられている。オランジュリー会場は、街外れの高校を借り切って行われる。演奏会場は、オーケストラや大アンサンブルなど、規模の大きなものは、高校付属の体育館。 小規模の室内学演奏会はより音響が良く、美しい建物であるオランジュリーで行われ、講習会は学生のほか一般にも公開される。インターネットを大胆に使用したヨハネス・クライドラーは2012年度のクラーニヒシュタイナー音楽賞を受賞し、世界中で自作の講義や初演を行っている。2010年代から電子メディアを使った新しい音楽志向を伴った。 前衛思想が提唱されている。これとは別の音楽教育関係団体、ムム、アンスティチュフィアのエムジークーンとムージーカージーハング、ドムスタットの主催で、毎年4月上旬に開かれる1週間ほどの規模の、小さい、ショーダルムシュタットと呼ばれる、講習会見音楽祭、キャンパスのエムジークフィアキンダーウンというガンテリ社もある。ありがとうございます。